ブリガンダイン幻想大陸戦記の世界へようこそ。このゲームではプレイヤーは一国の王となり、ルーンの騎士と呼ばれる指揮官たちを派遣し戦わせ、最終的に大陸統一することが目的です。それではゲームの基本的な操作方法と進め方を説明します。ブリガンダインはターン制でゲームが進行し、1ターンは大きく編成フェーズと攻撃フェーズに分かれています。編成フェーズではモンスターの召喚や部隊の編成を行ったり、部隊の移動を命令したりします。まずはモンスターを召喚してみましょう。カーソルを拠点に合わせて丸ボタンで拠点コマンドを呼び出し、召喚を選びます。そして召喚したいモンスターにカーソルを合わせて丸ボタンで決定します。これでモンスターが召喚されました。モンスターの召喚にはマナが必要です。総マナに注意しましょう。×ボタンを押すと召喚終わります。召喚されたばかりのモンスターは部隊に編成されていないため戦いに参加できません。次に部隊の編成を行います。拠点コマンドから編成を選びます。そして編成コマンドから入れ替えを選びます。その拠点にいる部隊が表示されます。召喚したモンスターはストック画面に入っています。ストック画面にはカーソルを右に移動させるか R1 ボタンで切り替わります。入れ替えたいモンスターにカーソルを合わせて丸ボタンを押し、次に入れ替えたい場所でもう一度丸ボタンを押すと入れ替え完了です。部隊間でのユニットの入れ替えなどもここで行います。モンスターはリーダーであるルーンの騎士の投魔力を超えて編成することはできません。モンスターの投魔コストはクラスによって違い、ここで確認することができます。モンスターの投魔コストの合計がリーダーの投魔力を超えないようにうまく編成しましょう。×ボタンを押すと入れ替えを終了します。もう一度×ボタンを押すと大陸マップに戻ります。次に攻撃や防御のことを考えて部隊に移動を命令します。拠点コマンドから移動を選びます。その拠点にいる部隊のリーダーが表示されるので、移動させたい部隊のリーダーを選びます。この時複数の部隊に一度に命令するには、四角ボタンで選んでから丸ボタンで決定します。移動先を指定できるようになるので、移動させたい拠点にカーソルを合わせて丸ボタンで決定します。これで部隊に移動命令が下されました。命令は実行するまでは何度でも出し直すことができます。×ボタンを押すと移動命令を終わります。この他にも編成フェーズのコマンドには待機とクエストがあります。待機は一度出した命令をキャンセルして待機状態に戻したい時に使います。クエストはルーンの騎士を冒険の旅に出します。ただしクエスト中はそのリーダーの部隊は戦闘に参加できなくなるので注意が必要です。編成フェーズを終了し命令を実行するには、スタートボタンを押してシステムコマンドを呼び出し実行を選びます。すべての国の命令が一斉に実行されます。編成フェーズが終わるといよいよ攻撃フェーズです。攻撃フェーズでは自国と隣り合った敵の拠点に攻撃することができます。まず敵の拠点の戦力を確認します。見たい敵の拠点にカーソルを合わせて拠点コマンドを呼び出し、ステータスを選びます。自分の戦力と見比べて攻撃するかどうかを決めます。攻撃することが決まったら、その拠点に隣り合う自国の拠点で拠点コマンドを呼び出し、攻撃する部隊を選びます。命令の出し方は移動の時と同じです。
戦闘マップでは一度に戦場に出られるのは3部隊までです。できるだけ3部隊で攻撃するようにします。攻撃フェーズを終了し、すべての命令を実行するにはスタートボタンを押してシステムコマンドを呼び出し実行を選びます。一斉に部隊が動き出し、次々に戦闘が行われていきます。そして自分の部隊が敵の拠点に攻め込むか、敵に自分の拠点を攻められると戦闘開始です。部隊は戦闘マップに移ります。それでは戦闘マップでの操作方法を説明します。まず戦闘マップに入ったら、出撃する部隊を3部隊まで選びます。戦闘が始まると行動の順番が部隊ごとに回ってきます。行動可能なユニットは部隊番号が点滅しています。それではユニットを移動させてみましょう。移動させたいユニットにカーソルを合わせて丸ボタンを押し、ユニットコマンドを呼び出します。移動を選ぶと移動可能範囲が表示されるので、カーソルで移動先を指定して丸ボタンを押します。待機を選ぶと行動を終了します。移動後に攻撃できるときは、移動後のコマンドに攻撃が表示されます。攻撃を選び、方法を決定すると、攻撃可能なユニットがマークされます。攻撃するユニットにカーソルを合わせて丸ボタンで決定すると、戦闘開始です。魔法や特殊を使うときも同じです。方法を選び、対象にカーソルを合わせて決定します。ただし、魔法やほとんどの特殊攻撃は移動後には使えません。攻撃や魔法の詳しい内容を知りたいときは、ステータス画面を見ます。見たいユニットにカーソルを合わせて三角ボタンを押します。ステータス画面が表示されます。ここでユニットの能力を確認できます。もう一度三角ボタンを押すと、そのユニットの持つすべての攻撃、魔法、スキルが表示され、カーソルを動かして詳しい内容を見ることができます。次にリーダーであるルーンの騎士の持つ遠間範囲について説明します。移動や攻撃の時にマップ上で青く明滅しているのが遠間範囲です。モンスターはこの遠間範囲の中でこそ本来の力を発揮できます。遠間範囲の外では全ての能力が低下してしまいます。遠間範囲内でうまくモンスターたちを戦わせましょう。ユニットは攻撃を受けてヒットポイントがゼロになると戦闘マップから消えてしまいます。モンスターの場合はこの世界から消滅したことになり、ルーンの騎士の場合は負傷状態となって、その部隊は首都に帰還します。この時、逃げ遅れるモンスターが出ることがあります。逃げ遅れたモンスターは戦闘後、勝利した国のものとなります。戦闘マップから敵のリーダーをすべて退却させるか、敵の君主を倒せば勝利です。持てる力のすべてを駆使して、戦いを勝利に導きましょう。今、新しい時代の幕が上がりました。どのように戦うかは、すべてあなた次第。そう、フォルセナの運命はあなたの手に委ねられたのです。